マッソー来た、ほらマッソー来た、おー来たー、きつー、挑戦2回です。僕誰か知ってますか？そう、ガチムチ王子です。ガチムチ王子といえば何ですか皆さん？これですよ、神田田装備福引きですよ、来ました。なぜガチムチ王子が今日出てきたのかというとですね、まずトマホークはいいんですよ。トマホークこれすごいんですけどね、全体にジバリア 245% ジバリア属性のダメージ、それと別にね 300% の1体への耐久ダメージがあるんですよ。そんなものあった今までなかったでしょね。1体に 300% 全体に 245% ありましたかそんなの、なかった。よし、それとですね、マスクはいいんだけど、これマッスルボディとマッスルパンツ、これねバッキバキになるんです体、装備させたら。これをねうちのマルティナに装備させたい、ぜひ。ということでこれをやっていきます。僕の目標としてはトマホークが4凸、そしてマッスルボディ1つ、マッスルパンツ1つと、そういう感じでございます。そこを目指していきますので、まあどうせ4凸するまでにパンツとボディは出ると思うんでね、マスクも多分出るでしょう。なんでそこはこだわらずに、とりあえずトマホーク4凸まで頑張りますのでよろしくお願いします。それでは行ってみよう。いきなり最初で4つ出るかもしんないからね、言うても。ほら銀、全部銀、ほら来た。どうするこれ、どうする、飛ばすよ。ピックアップとかあるからね。はい、次行きましょう。どう見てんのみんな、もうどうせ見てないでしょ、もうここまで動画。いいよ、2号来たよ、どう、雷神の槍強いんだけどね、今じゃないんだ、今じゃない、来たよ、どう、きたー、チャー、マッスルボディマッソー来た、ほらマッソー来た、ゴーマッスル、ビーマッチ来たよ、ほら、よし、1個クリアで、4凸だから、だから斧が5個とマッスルボディとあれでしょ、したらあれだよ、もうあれだから、よし。俺一人のパターンの動画って需要あるか、逆に。あ、金が3つあるよ、でも金何個あってもしょうがないよ。さあ、おそれもざ、それもざ、そして、お、2個来た、おい、来い、あ、来い、外科の鎧、下が2つ出た。斧1個も出らんやん、上しか出らん、マッスルボディしか出ないよ、まだ。頼むわ、頼むで。さあどうだ、うわー出らん、どんどん行こう、どんどん行くよ、4凸するまで終われねえんだから。金、キラキラ、キラキラなし、星5確定だね、次。よし頑張ろう。いやマジでね、 YouTube の一人撮影が久しぶりすぎて全然喋れないんです、ごめんなさいね皆さん。あー1個、あー、いや確定分じゃんこれ。さあどうだ、あー置きます、白ブウェー、いいやつ、いいんですよ、これはいいんですよ。斧が5ついるんですけどね、出るかな、大丈夫かな、さあさあ、あーレインボー1個、どうだろう、さあマッスル、うわー外貨のヘルム、まあ外貨シリーズは強いからいいけど違うな。さあ次々行こう、次々行きましょう、終わんないから。あんま出ないねマジでね、こんな出ないんだね、うわー出ない、時間帯が悪いかもね。さあお願いします。おーキラキラ、ソラムとキラキラ、いいんじゃないこれ、オーロラはないけどいいんじゃない、一個かー。さあどうだ、うわ置きます、ロバー持ったー、持ったる、ピックアップ確定です。ここでうまくいけば2個とかドンドンと出るから、うまくいったら流れ星も流れたし、うわ1個、さあどうだ、頼むぜー、おー来たー、きつー、きたフィッシュ来た、よし1本目あと4本、大丈夫これ、あと4本ですよ、よし、あとマッスルパンツとトマホーク4本、頑張ろう。よしこっからね、もうサクサク飛ばすから、トマホーク出たから飛ばすよ、ガンガンいくよ、
さあスキップスキップ。さあどうだ、王宮松スロープまた出た、よう出るなこれ。さあどうだ、さあどうだ、スキップ、あ全部銀だね、スキップ、そうそう、どうだ、うわールーンバックラ、ルーンバックラ強いけどいらない、今じゃない。さあ、いやここの時点で虹がないよね、ここで虹がないからね、ちょっと微妙だよね。うわー王宮松志望、なんか王宮シリーズよう出るな、これあれでしょ、王宮シリーズ本当はデコピンとかなんとかあれでしょこれ。さあ頼むで頼むで、全部銀、また全部銀。さあどうだ、うわゼロ、出ない順の時ってずっと出ないんですよ、これなんだろうね、確率とはまた別なんだよねこれ。トマホークが1個とマッスルボディが1個か、全然出てねえよ、ちょっとダメだねこのペースじゃ、このペースじゃダメよ、頼むわ、全部銀、また全部銀、からのからのからの王宮魔術師ローブ出すぎやろこれ。さあ、お金がある、金があるけどレインボーはない、金はあるけどレインボーはない、流れ星は流れた、さあどう、うーわ、王宮魔術師出すぎじゃね、マジでそういうターンなの今、えらい出らんね、もう最初の確定レインボーがないもんね。さあおー出た、おー出たー、マッスルボディとマッスルパンツが出た、やったー、マッスルボディ2個目出た、いや2個いらないよね、あでもいっか、マッスルマッスルにバトルマスターになった時にマッスルマッスルにできるっていうことね、マッスルパンツもあるからとりあえず上下揃ったわけだ、よし OK、 じゃあこっからはもう斧との戦いですよ、斧を4本、うーわきついなこれ、斧を4つくれー、もう虹が全然出らんな、これ何なんだ。さあうわーほらほら、今ダメなターンなのかな、あでもさっきパンツとあれ出たもんね、パンツとパンツとパンツ違う、パンツとボディ出たもんね、おかしいねー、あ銀ばっかだ。さあどうだ、変わってる、外貨の鎧、外貨の鎧、さあピックアップ確定だから、ここピックアップで、ピックアップ確定で1個のが出る、でもう1個のが出るとかなったら最高よね、激アツですよこれ。うーわ3個見た、今5個か6個か変わったよ宝箱で、3個虹、さあどうだ、これいいんじゃない、ちょっと全部斧だったらもうすごいよこれ、これはすごいことよ、トマホーク祭りですよこれ。さあ頼む、うーわイルドベレー、いらないやつだよ、来い、うわイルドベレーまた来たよ、なんでそんな前はイルドベレーが来るの、そんなことあるの、頼む斧、きたートマホーク、きたきた、よっしゃー、カナトマホーク、きた2本目、2本目あと3本きついなおい、全然じゃねえか、マジか、いや松本さんいつもようやるね、そう考えたらね、四突兄さんね、でも負けませんよ兄さんには、僕は王子なんで、ガチムチ王子のガチムチパラダイス、あ全然ダメだ、なんだよもう、あと斧3個、この銃で終わったら大きい、この銃というかこのピックアップまでで終わったらいいけどね。さあどうでしょうか、どうでしょうか、マッスルパンツ出た、あこれで上が2つ下が2つになったんで、まあバトマス2体としてもうムキムキの男女の出来上がりですよ、もうこれで完璧でしょ、 OK、 もうムキムキはね何個あってもいいよ、何個あってもいい、大丈夫、トマホークが欲しい、あと3本、あと3本、なかなかきついよね、あと3本でね。さあうわ出らん、うわ出らん、星コンボ1個もないやん、出らんねー、時間帯、あー虹がおるよ、虹がおるよ、ほら虹がおるよ、来た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 、ほらほらこんなとこに虹がおる、その1個かい、その1個か、マジか、どうだ、王者の盾、王者の盾はいっぱい持ってる、さあ厳しいな、変わるか変わるか変わるか、ドマッスルパンツ、マッスルパンツ3つ目やん。さあもうゾン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 課金してますからね、もうね。さあ星5確定ですよ、外貨はねいいんですよ、正直外貨いいんですよとか、外貨は OK です、僕的にはね、外貨使ってるからずっと、おお2個、外貨はね2個、1個目、ルーンバックラーいらねえって、まあでも使ってるからね、これ今使ってるから、ルーンバックラーはうちのあのあいつが使ってる、ククールが使ってるから、王者の盾、いやー魔法使いと僧侶がどんどん強くなるな、ほら違うな、そうじゃないな、
うん、もうね、このガチャの何が嫌ってんの、もう時間よ。この時間、長いのよ、これ引く時間が。もうパッピャッピャッピャって、もうパン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 ってもう終わってほしいね。虹1個。あ、2個目だから見ようか、そのまま。よし、頼むぜ。頼むぜ、そろそろ。頼むぜ。マスク。マスク出た、マスク。ウラノンさんにそっくりやん。緑やったかね。そっくりやん。マジで、もうフルセット揃ったやん。違うもん、そんなんじゃないもん。あと斧3つ欲しいのよ。そしてマスクいらないもんね。これ時間がかかるの、なんとかしてくれんかね、これ。さあ、うわ、ガイカ。うわ、ガイカのヘルムがもう多分、もうどの4と2よりも圧倒的に強いからね、うちのガイカシリーズは。超強いよ、うちの。めっちゃ重ねてるからね。頼むわ。うわー、ない。あー、キラキラオーロラ、キラキラオーロラやけど、スライムがいない。さあ、どうだ。そのパターンはこうだ。おらんやん、なんなん。さあ、やりましょう。ピックアップ確定。ピックアップ確定よ。ここよ、ここ。ここよ、ほら。見て、見て。見て。どう？どう、これ。お！やばい、やばい、やばい、やばい。流星群。オーロラ流星群来た。ほら。1個。マッスルボディー、マッスルボディー、ボディー3つと下3つになったよ。みんなマッチョになっちゃう、これ。全然だ、全然よ。出ねえな。外貨の鎧、名刀斬鉄丸。さあ、おいしょ、よっしゃ、神田とトマホーク来た、来たぞ。神田とトマホーク3つですね、今ね。ということはあと2個、あと2個。よし、もうちょっとだ、頑張ろう。さあ、行きましょう、行きましょうよ。あと2個ですよ、トマホーク。やばいよ、このままだったら全員マッチョになっちゃうよ、このペースだと。さあ、頼むぜ。さあ、マッスルパンツ4つ目。全員マッチョ、全員ビルパンでかっこいい感じになります。あと斧2つだからね、パパッとね、うまくいったらピックアップ確定までに出ると思うんすよ。これダメかな、いけると思うんやけどな。ズバッと、ズバッと、ヤシャコン。さあ、さあ、うわ、ない。実はね、前回私、松本さんがね、めっちゃ引いてたでしょ、前突兄さんとか言ってさ、光装備。俺ね、あの動画見た後こっそり引いたのよ。で、実際ね、まだ基本職なんですよ。基本職2巡目でレベル40何本とかなんですよ。だから上級職にもなってなくて、でもこのままじゃちょっといかんと思って、とりあえず装備を揃えようと、装備を揃えようと思って、もう光装備全突してるからね、今ね。全突プラスもう1本剣の4突持ってるぐらいやっちゃったからね。そうなんですよ、前回がそれです。ちなみに16万かかりました、前回。その16万からの今回です。で、思ったのがね、光の剣をさ、4突をもう1本作ったって言ったでしょ。でもこれトマホーク作ったらさ、どうするん、その4突の剣いらんやったやん。しかもさ、4突作ったらさ、その5本分元の剣に足してもプラス1やからね。全部あったらプラスが増えるのに、アホでしょ。ふざけんなよっていう話ですよ、ほんと。何なんだよ、最高だよ運営。さあ、星5。さあ、星5確定よ。最悪外貨が欲しい、最悪外貨が欲しいの、私は。頼むで、確定分のみやん。どうだ、キラピアス、絶対いないやつ。もうキラピアスはお金、お金やけ、お金やけ、お金としてしか考えてないから、キラピアスは。銀ばっかなのよね、オーロラもない。でもこういう時がね、いいのよ、こういう時がいいのよ。ほら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 、ない。頼むで、出らんのよ、これ虹色が出らんのよ、虹色確定がさ。ほら、ここでヒューポン、あ、1個。さあ、どうだ、何が出た。王者の盾が出たよ、出た出た、王者の盾がもっと出た。出らんな、あと2本なのよ、斧あと2本ぐらい出そうじゃない。そんな出らん、頼む。うーわ、出らん、マジで。ちょっと待って、次あれですよ、確定ですよ、ピックアップ。これで2個斧が出たらクリアだからね。まあこれが一番気持ちいいよね、ここで斧が2本出るっていうのが一番気持ちいい。頼むよ、思ってるから、俺持ってるから。1個や、そもそも1個や。いや、マッスルボディーやん。うわー、全然出らんな。さっきも言ったけど、何が嫌って、この出ない時間の無駄さね。もうそれやったらさ、高額でもいいから確実に買えるようにしてほしい、むしろ。それじゃ意味ないのか。さあ、頼むぜ。パンツ !4 人ともマッチョ、4人ともマッチョが完成したんじゃないのか。斧2つ、斧あと2つ。斧2つって言ったっけ、俺2つやったっけ、もうそれもわからなくなってきた。斧2つやろ、あと。
うわ、デラン動画時間が何分になってんだこれ。サクサクいくぞ。さあ、デラン、デラン、もう5がデランもそもそも。ほら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 、どんどん行ってどんどん行って、もうピックアップ確定しか期待してないから、もう基本的に、基本的に。ほら、うー、大きまず寿司ローグしたー。これ意外と使えるやつ。さあ、虹色来い。外貨やん、頼むぜ。ほんとごめんね、下打ちばっかして。こう編集でカットされたかもしれんけど、下打ちばっかしてんの僕ごめんなさい。ほんとそこが悪いね。はい、虹色1個。あ、そうか、星5確定か。いや、王宮魔術師ローブ、もう、なんなん今日、王宮魔術師ローブしか出ないやん。うちの回復薬はすごい装備になるね、これね。どうしましょうね。せめて虹色が欲しい。おぉ、虹色が出らんもん。出らんもん。ダメな方に入った？ダメな方に入った？もう。突入した？もしかして。でも、ピックアップ確定あるから。次の次に。次の次だから、それでもまだ。これは？さあ、ルンバクラとマッスルパンツ！マッスルパンツ !4 突マッスルパンツ4突頼むぜ。斧2つな。あ、斧たった2つやん、斧の後。外貨の鎧。この後用事があるからね、今急いでんのにさ、急いでちょっとやろうと思ったら出ない。ピックアップ確定です。はい、ピックアップ確定です。出ないね、出ないね。頼むよ。用事があるんだ。カンナダマスクいらないっつったな。ほんと頼みます。ほんと頼みます。おお、二階堂よ、なんということだ。死んでしまうとは、何事だ。マッスルパンツ、やばいぞこれは。ハマってるな。困ったね、出らんね。そんな出らんかね。ほっほっほっ、もう5も出ない、4も出ないんだ。うわー、これきついな。途中でやめたくないんだよね。途中でやめると変なことになる。外貨のヘルム、プラチナトレイ、夜叉のコン。この10連までやりますわ。この10連っていうか、この課金がなくなるまで1回やります。でこれで出なかったら、ちょっとこの後4時間で間を空けて、でまた撮るみたいな感じになるんでね。まあ動画は多分1本になってるけど、ということで頑張ろう。出したいよ、気持ちよく、気持ちよく。いや、もう5が出らんもん。気持ちよく行こうぜ。僕は4突王子と違うから、4突王子とは違うんだよっていうところを見せてやりたい。ヤシャのコン。さあ、星5確定よ。星5マッスルボディばっかり。さあ、ラスト、ここにかけよう。これで斧が2つ出てくれたらもうこれで終わりだからね。さあ、頼むぜ、頼むぜ、頼むぜ。光のタクト。ということで、ちょっと用事に行ってきます。さよなら。ちょっとね、今用事を済ましてきました。ということで引き続き頑張りましょう。あと2本ですよ、トマホーク2本。頑張ろう。さて、あさって出るかな。頑張ってくれ、頑張ってくれ。さあ、どうだ。なし、てらー、2本よ。でも次のピックアップ確定があるからね、なんとかなるよ。全部木、全部木。あ、キラキラ、来た、ナルムシ来た、流星のごとく来たよ、来たよ、ほら。一個。あー、シャノコ、シャノコ。さあ、次ピックアップ確定だから、これ確定枠1個と、もう1個出たらもう終わりよ、完璧。これさっきも、なんか前回も言った気がするね、これね。さあ、ちょっとゆっくり見ようか、これね、せっかくなんで。ほら、スライム座。でも、オーロラない、オーロラない、頼む、変わって。あ、1個。1個やん。もう1個ってことは、どうせこれで終わらない。マッスルボディやん、なんなん。さあ、もう何連目か分かんないから、もう何連目か、もう何巡したかも分かんないから、ピックアップも何回だったかも分かんない。大丈夫かこれ。さあ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 、うわー、休憩したけど、あれか、休憩じゃない、用事済まして間を空けてなんか変なあれになったか。クリクロー、クリクロー、クリクロー。あ、でもよく、クリクロね、ちょうど欲しかったね、クリクロー1個。よかったよかった。実はね、3凸ない、僕もっとクリクロが今まで手放してたもんでね。よかった。クリクロって言うかどうか知らんけど。さあ、さあ、さあ、さあ。うわー、全然出らん。おかしいなあ。違うリストに入ったか、こら。そんなことある、そんなことある、そんなことある。さあ、さあ。うわ、クリスタルクロー。やべえ。これ、あれだな。なんかね、ガチャって多分あるのよ、この。これが出る群、これが出る群みたいな。今、クリスタルクローの群に入った。だってさっきさ、王宮魔術師シリーズばっかり出てたでしょ、さっきのやつ。あの時間帯多分あれなのよ、今日のあの時間帯はね。で今この時間帯はクリスタルクローなのよ。見てて、クリスタルクロー多分いっぱい出るから、こっから。それが本当にクリスタルクローが出たらそういうことだから。昔ね、モンストであったのよ、そういうのが。音出すの忘れてた、すいません。皆さん無音で、静かなあれだったでしょ、無音でごめんね。うわー、クリスタルクローいっぱい出てもしゃあないな、マジで。王宮魔術師とかさ、外貨の方がいいよ、それなら、マジで。
使えるからマジで。さあ、うわほら出らんもん、何も出らんもん。星5確定。この星5で何が来るかで大体わかるから、今のこの排出が。さあ何個来るかな、そもそも何個来るかな、何個来る、1個2個来た、2個よ。はい、さあどうだ。雷神の槍グレートアックス、デタラメやね。頼むで、ほんと。ほら、親分の大盾ばっかり。こんなさ、こんな当たられたらマジでゴールド溜まってしゃあないよ、ほんと。なんも出らんもん、ほら。いや、おかしい。え、だってさ、あと2つって言ってから出てないよね、結局まだ1個も、その後。マジで？そんな出らんもん、これ。まあ、でも前回もそうやったもんな。結局16万使ったもんな。ほら、ワイルドジャケット。さっきのさ、前半戦と変わったでしょ？排出が明らかに。出てるものが違うもん。星5の外れも。ガンダタマスク来た、いらない。頼む、頼む、トマ。うわ、マッスルパンツや。もう何人マッスルなん、マジで。さあ、頼むわ。頼む。うわ、全然や。マジで出らん。そう考えたらね、すげえわ。毎回松尾田さんこれやってんだからね。全凸 ?4 凸 ?4 凸兄さん。すごいよ、4凸兄さん。4凸兄さん、マジすごいわ、マジで。ほら、出らんもん。昔はでもさ、スキップせずにずっと見てたからね、これをね。そう考えたらすごいよ。でもさ、今回のハイス見る限り、全部出すだけだったら簡単だよ、結構。4凸を作るっていうのが大変でね。だってもう、あれとさ、マッチョとマッチョはさ、四凸になってんだから。トマですよ、トマ。うわ、ルンバックラやん、もうなんなん。そんな出らんかねっていう感じよね、ほんとに。たかが、トマホークが出ればいいだけよ。出た !1 個 !1 個出た、あと1個。最後のあれで出るかどうかよね。もうこれ出てほしいなー、ここ、ピックアップまでに。うわ、いっぱい出た、なんか。大きまず土ロープ、マッスルパンツ、外貨の鎧、もういいのばっかりだね、これ。やばいね、もうマッスルがすぎるわ、これ。なんで赤？壁紙マッスル北村に変えたけ赤。おかしいね、マジで。頼むぜ。あと1個なんだよ、あと1個なんだよ。ピックアップ確定だから。これでもう、かけようぜ、すべてを。きたー！きたー！よかったー！あー！刺さったー！イエス！じゃあちょっと装備させてみましょうか、せっかくなんで。うそやん。いや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 、違うやろ、違う。ここね、見えてますよね、皆さんね。違うやろ、マルティナこんなんじゃねえやろ。いやいや、どうした、マジか。ちょっと待って、武器待って、武器、頭だってこれかぶしたらこうなるでしょ。これ意味ないやん、これただの変態やん、だってこんなもん。いや、まあいいや、これでこいやいや、マルティナちょっと待って、そんなことある？うわこれすごくない？すごいこれいやこんなククールおらんやろ。ちょっと待って、マジでこれはね、これはマジで課金する価値あるよ、これ。いやちょっと待って、いや、あ、まだわかる、まだわかるわ。ゼシカはまだわかるけど、いやこれダメやろ、これダメやろ。ちょっと待って、じゃあ、ちょっと待って、このゾエルさんも、ゾエルさんじゃねえや、二階堂さんも、ちょっとやりましょうよ、これ。あ、黒い肌の色と一緒になる色が。うわわわわわわ、ちょっと待って、ちょっと、武器変えようぜ、止まる。ほら、来た。ほら。で、見た目で盾をのけると。
アリハンの盾を表情封じて早いやいやトマホーク。そうか、トマホークってこう投擲斧だよね、投げる斧だもんね基本的にね、そのまま振る斧じゃないもんね基本はね。いやこれすいやいやヒーロー感ゼロということでね、皆さん計画的にね頑張ってくださいということで、ありがとうございました。久しぶりのガチムチ王子の全突破でした。ありがとう、さよならということで、まあ皆さんね、まあ今回ねトマホークね4凸作れて、まあ全部4凸だよ頭以外多分ということで、まあ気をつけて課金しすぎないようにね、まあ僕みたいにもう今回作ろうと決めてやったら、もうもっこり感すごい、もっこり感、ちょっと待って、女性はもっこりしてんのかねこれ、あ女性、あ女性はやっぱしてないねちゃんとね。でもこっちこっちこっちというか、こうすごいねここね、いやこう腹筋よいやこれよこれよ、何よりククール